皆さんこんにちは。キャンピーガールズキムコヒルトンです。今私はキャンピーバー、毎週金曜日キャンピーバーということで、毎週1日女装でママをしています。小さい頃から自分がゲイであることについては、全然自分では思っていたし、自分の中ではすごく自然に受け入れていて、で周りの子からはやれホモだとかやれオカマだって言われてたんですけれども、自分をそうやって非難する人たちがいる反面、自分の周りには幸運だったんだと思うんですけど、女の子たちが私を受け入れてくれて一緒に遊んでくれたりしてくれたのがすごく幸せな時間で、小中高とずっと思い悩むことがあまりありませんでした。で、その LGBT のことについて今現在すごく思い悩んでる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、悩まずに過ごしてしまった私が言うのもなんなんですけれども、サポートしてくださる方はたくさんいるし、理解してくださる方もたくさんいるし、だからといって自分が分かってもらえないということについて悲しんだり深く傷ついたりっていうことはあまりしなくていいんじゃないかなって自分自身思います。私は運よく2丁目で働くことができて、自分の性についてオープンにさらけ出して生きることができていますけれども、もちろんそうではない方もたくさんいらっしゃいますし、そういう中でその人たちの支えになるのであればと思って、キャンピーバーにいていろんな人の話を聞いたりとか、遊びに来てくれたりとか、ちょっとした会話でもそこで心が軽くなっていただければなという思いでお店でママをしています。本当だよ。まだね、未成年の方は難しいかもしれないですけれども、ぜひ遊びにちょっとでも顔を出していただけたら、私たちも全力でサポートしたいと思うし、いろいろ話も聞いてあげられると思うので、あんまり悩まず、できれば一緒に楽しくこれから何かいろいろ一緒に楽しんで作り上げていけたらなと思います。これから先わからないけど、きっとあなたも大丈夫だから、みんなでハートをつなごうね。